はい、皆さんこんにちは。それではですね、ワイドクラスの、配布するテキストですね。ただこれはレックが作ったやつではなくて、私が作ったやつの使い方についてお話をしたいと思います。まず一番最初、エッセンシャルという講義があります。全体で20回ですね、全体講座含めて20回で、一応試験のインとアウトっていうのかな、最初から終わりまで大体こんなことをやればいいんだよという外観を20回で見せるという講座になります。かなり薄いんだけど、これをできれば繰り返して聞いてもらいたいかなと思います。特に IC とかそういうのに持ち込んで聞いてもらいたいかなと思っています。そしてその後終わると入門コンプリートって入っていきます。でこれは一般的な制度の概要が入っていて、そしてその後入ってくるのが各種の論点論証になります。論点論証、あるいはそこに書いてある判例ですね、判例。そしてその下についてあるのが担当の問題になります。で今までこういうのなかったんだよね。で昔はこれ実はあったんです、これの担当版のいわゆる制度的な担当アドバンスってあったんです、それに近いものが担当問題という形で基本問題が入ります。そして一番最後にくっつけるのが改正の経緯になります。23年改正26年改正って入っています。この改正の経緯をちゃんと知ることが、合否を決めるっていう規定になりますんで、大体これでワンサイクルで終わっちゃうんですね、実際上。でこれが終わった後で今度は担当コンプリート、実際上使うテキストレクで配られてくるのはアドバンスに近い形のものになってきます。ただ私が作るのはそれプラスってやつね、そこから選んだ基本問題、各条で絶対から外してはいけませんっていう問題がありますよね、基本問題。ただ通常の解説を見るとなんとかだからであるって薄く書いてあるよね。でも実際上私いつも言ってるのは、担当の問題を解くときにはまず出題者の意図を問いなさいと言っています。でもこれがなかなか問えないんだよね。で一番最初にその題、意図を書きます。なんでこれは出題者が通ったのかなってやつね。そして結論に導くための論証っていうのかな、通常だったら何条何項によってこの足は丸になりますってなるんだけど、そうじゃないんですね、それは一番最後にやることであって、実際上、社会的妥当性ですかね、でこう考えるべきだっていう話を書いて最終的には結論というのをね、一個一個論文的に解いていこうかなという、テキストを作る予定です。そしてその後、じゃあその条文から派生する派生論点ってあるでしょう、例えば4条延長ってあるけど、あれは請求または職権で長官がすることができますってありますよね、請求または職権で。でも108条3項これ類似観点なんですけど、これは請求だけでも178条の不可欠になると職権のみと、でこれセットで覚えたね。でそういうところってたくさんあります。あるいは条約と国内法の関係とか書いてあるのがこの派生ってやつね、その123という構造で作る予定です。そしてこれが終わった後でやるのが論文コンプリートというインプットの講座になります。で論文コンプリートでやるのは、まず自分の書いた答案を出します。もちろん予備校で書いたものも出しますけども、一番最初にやるべきことは項目のピックアップってやつね。で最初のこの項目のピックアップができれば一応第一の答案になります。でとりあえずこれがあると、土俵に乗りますよね。今大体の多数の人が書いてるのはこれかな、項目を上げてチコッと書いてあるっていう感じですかね。800名受かる時代だったら受かるでしょう。それ であとは今の時代でも全ての答案に書ければ受かると思います。でも一つでも間違ってしまったらそこで終わりっていう答案になっちゃうね。じゃあ次2つ目の答案って何かといったら1プラス当てはめです。当てはめね。でこれは何条であるといったらそこ1234って機械的に書くやつで当てはめていくってやつね。これも大して難しくはありません。1段階2段階まではこれは簡単です、やることって。ただ論文らしく見えるのは2番まで書ければ論文らしく見えます、これって実際上。でも実際上本当の答案って3番、本当の答案ってやつね、これは多分書けないと思うんです。でこれは本当に意味の佐藤答案で書くのを第3番目という形で、やっていくっていうのが論文コンプリートってやつね。で使う教材は基本的には過去問を、解説していこうかなと思っています。あるいはレックの簡単な問題、それをいかにちゃんと書けるかなっていうのを見ていこうかなと思っているのが論文コンプリートという講座になりますので、今までやっていた入門講座とかなり概要が変わるかなと思います、したがって講座の内容も大体の入門講座から比べると約2倍となりますので、今できているのがこの入門コンプリートの特実意まではできていた、あとの商品も大体もう上がるので、何にそれってアップしようかなと思っています。その後この担当論文とあるんだけど、それもできた段階でこんな形になりますねというのを見て、いただこうかなと思っております。だからこれ新しく入る方はもちろんなんだけど、今までね
やっていた方でどうも点数が伸びませんって方もぜひ一回覗いてみていただければいいかなと思います。じゃあ多くの方の、ね、ご来席お待ちしておりますので、ぜひ、まあ、この講座の場合を知った上で、申し込むかどうかって決めていただきたいと思います。